はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、お父ちゃん一人でお届けしたいんですけれども、2018年9月21日は何の発売日でしたっけ？はい。うん。そう。iPhone XS と iPhone XS Max 発売ですね。早速我が家にも、あ、これは10でした。はい。XS も XS Max も買ってません。だけど、同日発売のこちらが届きましたんで開けていきたいなと思います。お、来た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 。私が買ったのはこちらです。はい、Apple Watch のシリーズ4ですね。 44mm を購入しました。イエイ。こちらからかな。ほい。あ、なんか前より全然こう開けやすくなったよね。はい、今ねこの腕につけてる初代 Apple Watch なんだけれども、これはですね2015年ね4月に購入したものなんですね。なんでもう4年半前なんだな。今回のねシリーズ4はフルリニューアル。まあでも見た目的にそんなデザインは変わらないんだけれども、でも僕的にはねいろいろ欲しい機能があったので買ってみました。おお、ほらほら、こうな、これ内箱が超かわいいもん。すごいかわいい。そしてこれがバンドだね、スポーツバンド。じゃあ開けますよ、せーの、ほい。お、あら、なんと分かれてる。あ、これがアップルウォッチ。あ、入れ方が変わってるね。そしてこれが説明書で、充電のケーブルとアダプターですね。自分で取り付けろってことなんだね。じゃあまずはこのアップルウォッチシリーズ4の 44mm 取り出しましょう。どれでとりあえず上からだな。お、お、こうだね。いくよ。お、お、おー、イエーイ。はい、こちらがシリーズ4ですね。ちなみにスペースグレーにしました。で、44mm の大きさですね。いやー、めっちゃんこかっこいい。ほら、めちゃんこかっこいい。本当はねゴールドにしようと思ったんですよ。ゴールドにしようと思ったんだけど、うちの奥さんがねゴールド似合わないからやめた方がいいよって言われたんで、スペースグレーにしました。はい、ではシリーズ4と初代 Apple Watch 比較してみたいんですけれども、こんな感じ。初代が 42mm だったんですけど、シリーズ4は 44mm になってますね。若干なので画面的に大きいのかなと。ベゼルが、シリーズ4の方は狭くなってるので画面がすごい広くなってるらしいですね。側面こんな感じですね。確かシリーズ2とか3で若干ね太くなったんだよね。それが初代に戻ったのかなってぐらいの感じですね。基本的な見た目はほとんど変わんないですかね。で、このデジタルクラウンがすごく良くなったんでしょ。初代 Apple Watch のデジタルクラウンはこうスルスルに動くんだけど、クリック感とかはないんだけど、この目的の場所でスッと止められるっていう若干の重さがありますね。ではこちらのスポーツバンドブラックも開けてみましょう。はい、あ、こんな感じね。取り付け方あって、ここにバンドがありますね。この穴の開いてる方、長いものと短いものありました。僕ね、腕ね、すごくね、細いんですよ。なんで短い方にしたいと思います。はい、では取り付けますよ。OK、ついた。スライドしていって、アイセットできた。あ、起動し始めた。まずはですね、iPhone と接続してくれってきたので、設定済ましちゃいたいなと思います。今ちょっとペアリングしようと思ったら、iPhone の方はアップデートしなきゃいけないみたいなので、今アップデート中です。で、この間にちょっと雑談なんですが、本当はね僕ねこのスポーツバンドじゃなくてスポーツループってやつにしようと思ってたんです。なんでかっていうと腕が細いので決められたバンドの穴に固定されるんじゃなくて、こうきつい時は緩められるし自由に変えられたこのミラーレンズループがすごい良かったんだけど、今回セットでなかったの。スペースグレーのバンドがセットでなくて、あ、どうしようと思ったらスポーツループってのがあってそっちにしようと思ったんだけど、予約開始で焦っちゃってこっち注文してました。まあでもこれはこれでいいんだよね。シリコンバンドだとね水濡れても安心だしね。スポーツバンドってなんか若干布っぽかったんで、それだと臭くなっちゃうかもしんないしね。うん、ちょっとアプローチは防水ではなかったんで、こっちはね耐水 50m まで大丈夫みたいなんでね。なんでまあつけたまま泳げるわけですね。あとちょっと残念だったのが、アップルの発表会では心電図の機能があるということで、僕前に動画でもお知らせしたと思うんですけども、ちょっとね不整脈なんですよ。不整脈出た時にピッてお知らせしてくれたらいいなと思ってたんだけど、これ認可が取れてるのがアメリカだけなんだって。
アメリカとカナダかなだけらしくて、それは各国によって基準が違うみたいで、医療器具に該当しちゃうみたいでね、そうなっちゃうと。だから各国によって違くて、日本ではその許可が得られるのか分かんないっていうことで、アプリが提供されないみたいですね。一応心拍数の電子センサーはついてるみたいなんだけどね。だからね、ちょっとそれ欲しいんだよ。なんとか日本でも認可取れて欲しいんだけどね。さあ、そんなわけでようやく iPhone の方のアップデートが終わりましたんで、もう一度ペアリングしましょう。はい、そんなわけでペアリング終わりました。こんな感じになりましたね。デフォルトの文字盤なんですけど、画面大きいね。シリーズ4の方をね、ペアリングしちゃったので、この前の Apple Watch の方がですね、ペアリング外れちゃったみたいで、ちょっとわかりにくいかもしれないけど、こんな感じ。明らかにこのね、画面が大きくなったね。それでレスポンスがね、やっぱすごくいいですね。こんな感じ。これめっちゃ早い。前のやつはね、なんかワンテンポね、遅れてたんだけどね。まあ初代だったからしょうがないかもしれないけどね。こんな感じ。いいね。綺麗すごく。で、実際腕にセットしてみるとこんな感じですね。やっぱり黒でよかったのかな。僕肌白いしね。うん。これに金がついたらやっぱ趣味悪かったかな。そんなことないよね。まあいいや。それでこのシリーズ4はですね、腕を上げるだけでシリが立ち上がるようになったみたいですね。あの、ヘイシリとか言う必要はないみたいです。なんで一回やってみたいなと思います。今日は何日ですか ?2018 年9月21日金曜日です。素晴らしい。今何時ですか ?15 時26分です。ちゃんと答えてくれるね。しかもなんか音がでかい。これはちょっと改善しないといけないな。だって、こうね、普通に話してるときに、今日あそこ行こうよって、これから居酒屋予約するみたいな。拾っちゃうでしょ、これ。ほら。でも居酒屋の検索結果が出てきた。すごいね。再三言ってる通り、私ね、ずっと初代持ちだったので、初代だとね、ここに IC、スイカとかね、クレジットカード機能がなかったので、これでこれからはね、ビッて決済できるんで、いいっすね。はい、ということで今回はお父ちゃん一人でこのアプローチシリーズ4を紹介してみました。本当はお父チャンネルでやってもいいぐらいだったんだけど、まあ実を言うと今日のマイチャンネルの動画がなかったのでこちらにしてみました。すいません。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、アプローチシリーズ4すげえと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画、いつもんとこん出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録はこのあたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。